前回のの動画では税金の役割についてお話をしましまた税金は納税の義務を課すことで単なる紙切れにお金としての価値を与える役割そしてお金が多すぎず少なすぎずちょうどいい感じに出回るようにコントロールすることでお金の価値を守る役割そういった役割を果たすために税金が必要なのであって。 政府が何かをするための財源として税金が必要なわけではないのでしたよねそんな税金の役割を踏まえて消費税について考えてみましょう今消費税率は10%です軽減税率なんてことも行われていますがとりあえず10%ということにします今コロナの影響でお金の流れはものすごく悪くなっています 本来なら税率を下げてお金の流れを邪魔しないようにしないといけないのに消費税率を下げるとか廃止するとか議論はされますけど実現はなかなか難しいですよね逆にお金がたくさん出回りすぎたら税率を上げてお金を吸い上げないといけないのに消費増税をするとなるとまた一苦労です消費税は税率を上げるのも下げるのも 難しい税金ですつまりお金の流れをコントロールするという税金の大事な役割を果たすのには不適切なのですまたお金持ちでも貧しい人でもみんな等しく10%というと一見平等な気がしますけど本当に平等でしょうか例えば豊臣さんは月収1000万円です税抜きで 家のローンの支払いに月々100万円食費に1食1万円1ヶ月30日朝昼晩1万円ずつで90万円ものすごく豪華ですねさらに1ヶ月で30万円服を買ったとしますその他光熱費とかスマホ代とかで30万円ということにしておきましょう合計250万円使いました そんな贅沢をしても、まだ750万円残っています。それに対して、真田さんは、月収10万円です。税抜きで、家賃3万円のアパートに住み、食費に1日1000円、30日で3万円、服は買う必要がないので、買わないことにします。その他、光熱費とかスマホ代とかで、2万円ということにしておきます。 合計8万円使いましたそんな質素な生活でも残りは2万円しか残っていません豊臣さんは250万円使ったので消費税はその10%で25万円です真田さんは8万円使いましたがアパートの家賃には消費税がかからないので消費税はそれ以外の出費5万円の10%で5000円です 750万円の中から25万円支払うのと、2万円の中から5000円支払うのとでは、どちらの方が負担が大きいでしょうか金額だけを見れば、25万円の方が圧倒的に多いですけど、割合で見れば、2万円の中から5000円支払う方が大きな負担になります。住宅費で真田さんに有利になるようにハンデをつけてみましたが、 それでもまだまだ真田さんの負担は豊臣さんに比べてずっと重いですよねつまり消費税は貧しい人ほど負担が重くのしかかる税金なのですそして豊臣さんは残りの750万円を旅行とかに使ってもいいですし貯金や投資に回すこともできますが真田さんはとても貯金や投資なんてする余裕はありません そうしてお金持ちの豊臣さんはよりお金持ちに貧しい真田さんはいつまでも貧しいままというように貧富の格差をますます広げてしまう消費税はそんな税金なのです貧富の格差を解消するという税金の役割も果たせていませんなのに池上さんは社会保障を充実させるために消費税を20%まで引き上げる必要がある。 ななんてて解説をなさっていますそうなると真田さんの負担はますます重くなります。そもそも社会保障って貧しい人を助けるためにあるものですよね。お金持ちなら社会保障なんてなくても自分のお金で病院に行けますし福祉施設にも入ることができます。でも貧しい人にはそれができないから。 貧しい人を助けるために社会保障があるのですそんな貧しい人を助けるための社会保障を充実させるために貧しい人ほど負担の大きい消費税を増税すべきって池上さんは貧しい人を助けたいのか苦しめたいのかどっちなんでしょう消費税を社会保障に充てるという発想自体そんな矛盾した トンチンカンな考え方なのですそれに消費税が20%になったら皆さん買い物を控えたり贅沢するのを控えたりしますよねというより買い物や贅沢をしたくてもなかなかできなくなりますつまり消費税はお金の動きを悪くしてしまう税金なのです日本はここ20年ほど お金の動きがだんだん悪くなっていく状態がずっと続いています。もちろん、政府や日銀は、お金の動きを良くしようと努力してはいるのですが、ちょっと景気が良くなり始めると、それを叩きつぶすかのように、消費税率を5%から8%、さらに10%に上げてきました。そのせいで、お金の動きは悪いままです。当然ですよね。 何がしたいのか意味が分かりませんそんな消費税にメリットはあるのでしょうかよく言われるのは安定した財源だということです累進課税制度を採用している所得税だと景気がいい時は税収が増えますけど景気が悪い時には税収が減りますそれに比べれば消費税はあまり景気に左右されることはありません たとえ給料が少なくなっても皆さんお金を使いながら生活せざるを得ませんよねだから安定した財源を確保できるというのがよく言われる最大のメリットですですがお話ししてきたように政府は何かをするための財源として税金に頼る必要などありませんつまり消費税というのは財源確保という 政府にとととって必要ののないことを最大のい文句とした税金、デメリットばかりが多く大したメリットのない廃止しても何の問題もないというよりさっさと廃止すべき最悪の税金なのです。